能登半島右上の都市粒が、鈴岬である。六甲崎灯台の地図、金剛崎の地図、宿崎の地図、宗崎の地図、長手崎灯台の地図、能登半島最先端の石踏が立つ六甲崎灯台鈴岬は、石川県珠洲市にある岬。能登半島の先端部にある金剛崎のことであるとも、その周辺の岬を含めた総称であるとも言われる。鈴岬がどの地点を指すのかについては、諸説あり、以下のようなものがある。金剛崎のこと、金剛崎、宗崎、宿崎のこと、六甲崎、金剛崎、宗崎のこと、六甲崎、金剛崎、長手崎のこと。国土地理院の地形図では、金剛崎の位置に、鈴岬と併記されている。日本の地名がわかる辞典によれば、鈴岬とは、能登半島の東端部を指す総称であるとしながらも、教義には、金剛崎を言うとある。角川日本地名大辞典によれば、国土地理院の地形図での表記から、金剛崎を鈴岬と特定する考えがあるとしながらも、寺家村の金剛崎、宗崎、高波村の宿崎を合わせて、岬と称するという、文化6年軍方書状帳の記述を取り上げ、地元においても、この岬を総称したものが、鈴岬であるという考えが主流であるとしている。また、出雲国風土記の国引き神話に高氏の都との三岬を引き寄せて、三保岬を作ったとあり、その都との三岬が、鈴岬を指すという説も合わせて紹介している。世界大百科事典や、ブリタニカ国際大百科事典には、六甲崎、金剛崎、宗崎の総称とあり、百科事典マイペディアや、前出の日本の地名がわかる辞典には、六甲崎、金剛崎、長手崎の総称とある。なお、宿崎の場所について、金剛崎と宗崎との間にあるとする資料が存在するが、1906年出版の石川県地理小説によると、宗崎と長手崎との間にあるとされているので、略地図と合わせて紹介する。国立国会図書館蔵、石川県地理小説より、鈴岬の略地図。図中の塩津岬は、宗崎、高波岬は、宿崎のことである。葦が、裏温泉金剛崎長手崎灯台金剛崎までの案内は、以下の通り。ありがとうございます。